こんばんは。どうも。ありがとうございました。今日は公演がありました。2回公演はヒューリックホールっていうところで公演があったんですけど、夜はアベマで無料配信が、そうなんや。今日、そうそう、始発かな。で、東京に来て2公演でした。ね、めっちゃいいとこでした。元映画館、やっぱそうなんだ。なんか席がね、そう赤くて、2公演ありがとうございます。次は10月5日です。必要なかったですね。何も。
うん、よかった言って。見やすかった。え、よかったです。ね、やっぱり急に、そうね、無料配信やったからなんかあるんじゃないかと思ったけど、スクリーンもなかったし、ありがとね、ありがとね。あ、はじめましての方もね、おったんね。そう、でもそうよ、速攻元気もあったし、コンソメパンチもあったし、なかなかにいろいろありましたけどね。見やすいとこでよかった。なんか広い会場だったからさ、後ろの方とかさ、もしかして見えんかなと思っとったけど、よかった。そう、今日目立つようにもう前髪をね開けてみた。白川丼分かるように、サヤンどこってならんように。意外とこんな、まあ、結構分けてたんですよ。あんま分けとる人おらんけんね。そうなの、久しぶりに近くでサヤン見えました。うお、ありがとう、またお待ちしてますやん。確かに会場だと推しカメラってみたいにずっと見れるもんね。ここが公園のいいとこじゃない。花枯れもあと数え切れるぐらいかな。影穴で面白い人だと分かりました。え、私影穴で影穴ですごくない。進行の練習はしてない。あ、Aね、確かに寝せすぎ私。ああ、確かに体重測ってないけど、でも今日なんか採寸した。2年ぶりぐらいに採寸して、そうそう。いや、なんか最近衣装がブカブカでみたいな。痩せたかもしれないから、測っていいですかって衣装さんに言われて測ったんですけど、2年前と変わってなかった。1年前からは変わっとうと思うけど、さすがに2年前とは変わらんかった、ね、うん、2年前と今同じ。そうそうそう、でも2年前よりか足が細くなってたっていう。
年はでも2年前やったらそんな変わらん気がするけどなって思ったけど、ワイスナウ、よかった、嬉しい。でもそう、太ももが細くなってた。そんな変わってない気がするんだけど。太ももって細くなるんやって思ったけど。ふくらはぎは痩せてほしい。あ、ふくらはぎ、ふくらはぎ筋肉か。ダンスね。ダンス効果で。アイスうまうま、アイスうまうま、アイス食べたいなって思っとった。
眠い。鼻につけんよ。鼻につけていいのは生クリームだけ。充電切れでございます。充電切れでございます。やめた、なんかいた。住んでるからか。楽しかったな。
昼は配信なかったもんな。次は10月5日です。次も行きたい。おお。良いですね。よかった。でも今日はメイクがうまくいったんよね。画質良かった良かった良かった。ちょっと待って、この絵がなんか近くに右と左にカメラがあって、で真ん中にめっちゃ遠くにあったけどね。ちょっと冷えつやで体力使っちゃった出し切っちゃった。体力出し切っちゃった。綺麗だよ。公園はいいですね。明日はあったジャム。そういう。
ほどな。そうかな、よかったかな。確かに今日ね、褒めてもらった。楽しかった。楽しかった。でも今日とりあえず暑くて、おでこ出しててよかった。結構出してなかったらめっちゃ前髪がとんでもないことになってました。だからよかったです。汗を拭くだけで済んだよ。どうしようかな。タイトルの汗はラメ。昼公演の最後、昼公演私なんか一回ねこけそうになったんだよね。最初の一曲目で。そう、こけそうになってドザバザしとった。耐えました。全然おっとっとみたいなおっとっとってなって耐えましたよ。そう、昼公演の時なんかいつもよりもなんかいつもと違ってあれって、あいこちゃんもこけた。え、嘘、あいこ、え、あいここれ嘘、知らんかったそれ私。あいここけた。昼公演何コール？え、嘘、気づかなかった。アイコこけるよね、よく。アイコさん、アイコさんちょっとうっかりだから。目の前で見たから確かです。
かりよ、うっかり、うっかりよ。私も初めてこけそうになったけど、よかった。鼻垂れだったからしかも、なんか反応するにも視点おかしいなと思って。誰こうや、あと何回すんだろうな。でもいいね、こういう体力を出し切る感じいいですよね、ライブって。やばいよ、なんかだんだん膨れ上がってきてる。もう最後の曲がペダルなんですけど、てかもうもはやヘタレの時時点でもう体力はもうエネルギー消費がすごくて、でペダルで、ペダルでも、全てを放出するっていう。でもペダルの時にはもうどうだろう、嬉しい。実際ペダルの時はもうね、体力はねないの。もう体力はないけど、ない環境でもうペダルをするって、そう記録でやってるの。すごいよね、自分との戦い始まってる。でもいつの間にかめっちゃ踊ってる自分がいる。そう、自分には勝つって。自分には負けんぞって思ってやってる。
今日も勝った。今ちょっと体力ってか今ちょっとやばいけど今やばいですけど勝った。うん。ペーマーペーマー、ごめんね、充電器切れてて。誰もなかった。よかった、褒めてもらえて嬉しい。私は東京スリーデイズですよ。今日はね、ちょっと秋のメイクっぽくしたんですよ。なんか秋のメイクなんか分からんけど、目の下にめっちゃザクザクのラメをして、でチークをいっぱいつけたっていう。でもそんな変わらんよ、いつもと。あ、6日間も見れるんか、見る？アベマ。私も見てみようかな。確かに今日はめっちゃウィンクした。コメントね。今日はでも私今日あんまりね、体は思う通りに動かんなと思ったけど、でも自分の好きな感じのパフォーマンスはできた。届いてたらいいなーって思ったけど。
美しい。私のダンス綺麗系なんか。なんかリハの時全然ね、いい感じに動けんくて。そうなんだ。確かにそれダンスの先生にも言われたかもしれない。やっぱあれやね、自分で自分のこと見らんけん。あれやね、新鮮ですね。アンケート、いや届かない届かんねー。うん、確かにあんま動かないね、ダンス。STU のダンスの動きになったかも。うれしいですね。そうね、私もあの日から僕は変わったもん。本当は違ったけど、急遽するようになったんだよね。うるせえ。見慣れて伸びるタイプです。そうそう、ゆきさん、そうなの、ゆきりかちゃんが。代打でした。昼でした。昼、夜はね違った。夜は MC ね。そうだね、座ってみてる。面白かった。それは嬉しい言葉ですね。マグロ面白、マグロは面白くなかったよ。
マグロは面白くなかったよ。そうなんかな。あんまり笑いが起きなかったんですけど。そうなんや。ちゃんとあれレベルの高い笑いだったのかな。全貌は言わないんで、ライブ見る方は見てください。全サーヤの MVP ありがとう、嬉しい。アンケートがあるのね。嬉しいわ、面白いって言ってくれて自信持てるよ。自信持てます。見てるよ。確かに。リネはすごいよ。リネは天才だねって言ってた、みんなで。裏でやっぱりね、天才だなって。なんかフォローがすごい、フォローが上手。フォロー上手やし、そう確かに歌も。すごいね。私仲いいんです、ミネと。ミネさんと仲いいんですよ。ね、確かに性格は。でもなんだろうね、なんか確かに性格は違うか。でもなんか似てるところはあるんだよね。結構優しい喧嘩も、みんなが。ああ優しいよ。そうそうそう、いいね。ね、そう、うん、根は似てるかも。なんか多分発信の仕方は違うけど、
けん、リネと見送りが横の時はでもないんか、横いない時もないかも。もうチャート入れないから、リネ亡くなった。そうね、私のファンの方が話しかけられて、そう全然私と話せんみたいなのがあるからね。絶対話しかけるけん。そうよ、リネが何か言って「え？」ってなった時にもう私の前を通り過ぎてる。どういうこと？話しかけてもらった？本当に面白い。ずっと笑ってる。ちょうどなんか話しかけられたわけ。面白かったな、もうないのか。だけどその時は8割9割ぐらいはサイアンのうちわとかグッズとか持ちながら「え？」って「え？」ってなっとるの見る。戸惑いみたいな。そうだね、星が並ぶとね。あね、今日もねお見送りでね、あーって言ったらね、横に寄るメンバーもね、あーって一緒に言っててね、あれってなったよ。ええ嘘でしょみたいな、えいつの間に。何が起きたって思ったけど、嘘やんってなったよね。最近の話し会ご無沙汰ですね。お互いえちょっとお互いだから、お互い知らんかったっけ。え、本当や、本当にお見送りはそういうのがありますからね。
巡りは面白いことが起きるな。確かに今日なんかお見送りあるんかないんかみたいなやったよね。あるかないか。メンタルの圧がすごかった。お見送り MVP やん。お見送りアイドルやん。お見送りアイドル。フィネタ。そうよ。私は真ん中ですからね。真ん中、真ん中ら辺にいますからね。サイヤン推しのあのアピールは。グッズを持つ。グッズ持ってたら一瞬かな。うん、ペンライトも気づくけど。そう、どう見せればそこそんなに、でもグッズ持つだけでうちやも嬉しいし、タオルも嬉しいし、なんかグッズって嬉しいんだよね。これは全アイドル共通なんですけど、グッズって嬉しいんですよ。グッズを持ってくるとめっちゃ嬉しいよね。そうなん、これは全アイドル共通。うん、アクスタちょっと見えんな、お見送り。ちょっと一瞬目を凝らして、あ、それ私かって、一瞬誰、確か。そうそう、見せてくれとってことはサイヤンなんやろうなって。うちは二人なら裏返せる、それ以上は気にせんでいいよ、気にせんでいいとよ。うちはね、ひっくり返したらなんかそうでしたね。くるっとひっくり返してね。でもあれ全然私いいと思うんだよね、ひっくり返しても、あの、あーっとは思うけど全然いいと思うよ。だってね、どっちも好きなんでしょう。そう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 、いいと思うんだよな。でも今後のあの今後については分かりませんけど、今後については話は変わってくるかもしれないんですけど、まあ全然いいと思いますよ、お見送りをね。だってクッとするだけでさ、いいんだもん。なんか3個4個持っとったら、で違うよ、それサインじゃないよっていうのが発生するんですけど、だったら今なんかくるってしたってなるけど、まあまあ、
何個も持っとって間違えとるのは結構確率高いね間に合ってないし、間に合ってないけど、間に合ってないけどって時と、え、違うよって時、そうそうそう、そうなの。しかもその持っとる方も多分心配で見ようよ合っとるか合っとるか心配になって確認してるメンバー見て、メンバー一瞬の一瞬のメンバーを、よく見とるよ。確かに。そう、何回も見てきたけんね。でも誰？誰を、私一番多いのは。くるくるかな、くるくるかマイキューさん、マイキューさんも多いね。私があーって言ったらマイキューさんもあーって言ってるもんね。お見送り、最近気づいたからね。そう。ダブルさやか、なんかさやかりんのファンの方ってたもしの方多い気がする。で、私もさやかりのファンの方には、さやかりのことよろしくねって言ってるから、さやんはどうなんだろう、さやんさんはどうかな。いや、多いと思うよ。多い、多いっていうか、なんだろうな、好き面、好き面が多い人は多い、多いね。推しはサーヤンだけどみたいな、か推しはサーヤンだけどもう一人推しおるか好き面おるかみたいな。まあでもね、推し面と好き面には超えられない壁があるんですよね超えられない壁があると思ったら、そうなんかって
っさり超えては欲しくないな。それ超えて美味しくないけど、そうそうそう、そうなのよね。いろんな方がおるけね、本当に一人で、うん、大丈夫ですって方と、いやちょっと何人か見たいですっていう方と、こうキャパが一人一人違うからね。それは最近めっちゃ思うんですよね。5年ぐらいアイドルしてきて、そうなんだなって思った。そう、人によってキャパが全然違う。そう、だって私推しで始まってで、他のメンバーも推しになって、で、まあ3人、2人か3人ぐらいおったとして、で、1人卒業していったら、またそこの場所にやっぱりいつの間にかいるんですよ。だからやっぱ必要、うん、椅子がある。椅子があるんやもん。そう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 。そうそう、それは思ったよね。なんか私、そう、あ、卒業していっちゃって、あ、楽しいなのかな、ついにと思ったら、ならなくて、あれ。そうそう。椅子がね、あるのよ。この椅子に誰が座るか。そうなんや。まあ、全ての人がそうじゃないけどね。私は結構愛は重い方で愛は重い方なのでね、そこはしょうがないね。そうそう、そうですよ。確かに変わるっていうのもあるね。前はこうだったけど今はこうなんだって、変わる可能性もあり。いや、ね、その在り方を、そう、
椅子が消えたり増えたり、ね、椅子じゃなく空間になったり、ね、ふわっと空間そう思ったんだよね。でもそう、じゃあそりゃそうだよねって思うよね。でもだってこんなに、うん、魅力的なメンバーがいっぱいいて、そりゃ好きになるし応援もしたくなるよって。それはめちゃくちゃ納得する。そうだろうって、うん、そうなの。なのになんか公園とかでなんかペンライトの色違ったりとか、ね、まではずっと2時間ずっと自分だったのに、なんか途中色変わっとったりとか、なんか変わり始めたら、なんでってなっちゃうんだよね。そこは変わらず言ってほしいんだよね。そういうとこかな私そうなんか、そう、そう、絶対グループにとってはいいことなのに、でそういう時期もあったんや私。まあ自分がなんか根元にいればいいことなのかなってグループにとってね。って思うんだけどね。でもそしたらどんどんなんか、あ、自分がめっちゃね悲観的になったら、あ、自分がいなくてもいいのかなってなってきたんですよ。それが逆に。それもまた違うもんね。それが違うんでしょう。私がいなくてもやっていけるのかって思ってきて、そう、考えすぎの時ね。で、それでなんか次の道をね考えようって思ったりしてたんですよ。もうどんどんシフトしていって、でもなんかの時に、いや、サーヤンがいないと本当に無理でって、なんか人生がみたいな、本当に救いですみたいな方もいらっしゃって、そういう言葉とかで
なんか、あ、自分っていた方がいいのかって思って、またちょっとずつ変わり始めた。そうなんや。だけど最近はなんか、ファンの方が他のメンバーと楽しそうに話しとったら、あ、楽しそうだね楽しそうじゃんってピリつきは伝える楽しそうじゃん、ピリつきがね、与えます。ちゃんと本音を言うようにしてる。前まではなんか、あ、これがグループのためって思って本当に思ってたこともなんか言えない時期があって、いいよいいよって。でもなんかそうね、そうよ、話変わってきたぞって言えるようになった話変わってきますね。でもね、そう、気持ちはね、めちゃくちゃわかるんだよね。だから、こういう時に人間感じるよね。これが人間だ。こういう時私はそう、あ、人間だなって思うようになったうん、謎じゃなく、こういう感情に謎に思ったりとか否定するんじゃなくて、これは人間だなって、こういうところが人間。だからよねって解決方法ね、解決方法はそう、人間だからと、まあいいか、あとどんどん失敗しなさいどんどん失敗しなさい。失敗しないと成長しない。次に行けない。失敗を見るとかね、誰かがしとる失敗を見て、おお、こうなってはいけませんって完璧を求めてしまうからさ、自分に
分の 100% よ。私はライブとかのあれはもう分からんけん、そうとりあえず、まあ、自分が納得できるかできんかっていうのと、ファンの方の反応とかで今日は良かったのかな良くなかったのかなって考えとったんよね。なんか一人今日はうーんって人がおったら、ああじゃあ違ったんだって、完璧じゃなかったんだねってなって、私はダメだってなっとったよね。私はダメ人間だって、なんか違うよね。人間だからさ、完璧なんてないんだよね。でもとりあえずあんな方から褒められるのめちゃくちゃ嬉しい。それは確か。あんな方褒められるのが嬉しい。はあのそう人によってさ違うしね。違う、ファンの方の完璧とかいいねって思ってもらえる人とか、アイドルやったらいいな。あとは自分に勝つ。自分に勝つぞ。てか、あ、もうそろそろ終わるんですけど、一つ言うと、インスタ更新してません。明日です。明日になります。そう、昨日明日更新するわとか言ったけど、そうできんかった。そう、なんか今日一回携帯ねなくしたんだよね。携帯どっか行ってない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 よってカバンめっちゃ探して、カバンの中身3回ぐらい探したけどなくて、どこ行ったんだどこ行ったんだ。したら、あの結局機材の上にあった。真っ暗闇のこんなとこに、危なかった。
か置いたんやな。移動させたんじゃない誰か。なんか、あ、なんか聞いたある？ポイント。よかった。でも見つけてもすごいよね、私。結構見つかりにくいところにあった。逆になんで見つけたんやろうと思うぐらいに。もっと派手なスマホケースにすな。誰が見てもこれサーヤンのだって。めっちゃでっかい、めっちゃでっかいスマホケースにめっちゃでっかいスマホリング何じゃこりゃ。何じゃこりゃってぐらい、ね、そろそろ終わりますわ。バリーさん、F シフィアさん、台湾のコウさん、マイセンタン、サイユンさん、神戸のヒッキーさん、かおりちゃん、ファルコンさん、セイヤンさん、サトルンさん、猫のカズさん、ノブさん、大谷翔平さん、え、選手、オーサムさん、コッペさん、ジンタさん、ロックワンさん、ロッピーさん、エイちゃん、キチネさん、ウジポンさん、タテサマー、コブヤキさん、キムコさん、メガバイトちゃん、イナッチさん、サトケンさん、ミツルンさん、タットリ太郎さん、ネミフィーさん、ラティオさん、トキワさん、ユウキさん、ガッチャ、言えたーん。一緒に気のせいか。よし、ありがとう。またね。明日はアットジャムなんでね。よかった、起きてた最後まで。また感想教えてね。よかった起きてて。寝るかと思ったよ。お風呂入って寝ますか。